はい、ワンダです。ニューヨークの歴史前編から続きのね、後編ということなんですけども、前回も、今回もねちょっといろいろとね、キーワードがねちょっといっぱい出すぎ、そしてちょいそこから不確かなね部分もあったりするので、いきなりですけどちょっとタイトル変えます。ニューヨークの歴史都市伝説後編。都市伝説すりゃいいってもんじゃないですけど、一応ですね、まあ、真実に基づいて、お話をね、まあ、皆さんにお届けしていきますけれども、なのでおとぎ話ではありませんというような感じで、ヨークの新しい街ニューヨーク、南から北に向かってねマンハッタン島を作られていきます。なのでマンハッタン島の先端に主要なものが全部置かれてるっていうふうにね、町一番初めにあの南から作ったんですから、市役所、裁判所、警察署など、まあ、役所関係が全部そこにあるっていうのが、まあ、そういう理由です。あとは、ヨーロッパとの交易で物事が進むんですから、そこにすぐにねあのサウスシーポート、まあ、港を作り、船の停泊がちゃんとそこにあり、交易をすると。ニューヨークの、交易としては、まあ、食料もなんですけども、まあ、ビーバーの毛皮っていうのが、まあ、一応主軸になっていたかなっていうところですかね。1700年終わりあたりなんですけれども、まあ、そこぐらいから、まあ、木材っていうのがね、出てきます。まあ、エネルギー源だったりとか資源だったりとかっていうところで言ったら、あの、大きなお金がね、動いていくと。まあ、それが、現在の証券取引所の前に市場がありましたよっていうことなんですよ。その商人だったりとか、投資家だったりとか、そういった人たちが、非公式で取引所を、まあ、開設したっていうのが、一応ストーリーの中でね、あります。これが、スタート、始まりっていうようなね、形になっていくっていうことです。っていうような感じでいくとね、まあ、なんとなく、ニューヨーク、証券取引所、うん、ウォール街っていうのがね、まあ、ちょっとなんとなくイメージつきますかね。そして、そこからちょっとね上に行くと、まあ、この辺りですね、あの倉庫っていうのがね出てきます。まあ、町工場だったり鉄工場だったりとか倉庫街だったりとかっていうようなね、まあ、今でもねあのその名残というか、石畳が引かれていて当時の、形でね、残ってる町、それが倉庫っていうような形です。そのハウストンストリートっていうところをね、まあ、軸に南と北で1800年の、ね、中ぐらいまでに作られた街ですよ、ダウンタウン地区っていうようなね、まあ、まあ境になるようなところで、まあ、マス目になってるっていうのとね、店の名前が名前っていうののね、ちょうど境になってるようなところでもあるんですけれども、そこの下に、あの、倉庫ってあるんですね。まあ、これもちょっとね、まあまあシンプルですけど、サウス・オブ・ハウストン・ストリートっていうんですよ。サウス・オブ・ハウストン・ストリート、SO、HO 双方って、その両サイドに、住居地が、ありましたよと。まあ、今でもそこはね、同じく住居地なんですけれども、左手の方が層が高い住居地だから、イギリス色が非常に強くて、アパートもね、なんか趣のあるアパート群です。そして、まあ、右手の方は、どちらかというと層が低い住居地、こっちの方はね、ポーランド、アイリッシュ、イタリア、チャイニーズ、あとは、まあ、追ってな感じで言うと、ヒスパニック系だったりとかね、まあ、中南米のあたりっていうようなね、感じです。バス目になっていくよっていうところの、1811年なんですけれども、計画がスタートして、まあ、測量に入って、1800年の中、ぐらいから徐々に、まあ、マス目の、街が作られていくっていうようなね、感じです。まあ、マンハッタン島の歴史のスタートが1609年、第一弾のところでも言いましたけれども、徳川の歴史がニューヨークの歴史同じ、で、まあ、このダウンタウン地区のね、ワシントンスクエアというところまでが大体、日本でいう明治のあたり、アメリカでいう南北戦争のあたりまでに作られた街って思ってくれると、そこをまあダウンタウン地区っていう風なね、あの言い方、だよっていうと、なんかちょっと分かりいいかもね、知れないですね。ですから、マンハッタンの先端、レンガ造り石畳、そこから少し上に上がっていくと、だんだんね、ビルの高さがね、高くなっていきます。時代とともに、
建築技術もだんだん向上していったりとか、少しね高い、まあ、10階20階っていう風にね、感じになっていきます。そしてまあ20丁目30丁目あたりになると鉄筋コンクリートだったりとかね、まあ30階建てぐらいのビルになると、でまあ34丁目、まあ、エンパイアがあるあたりぐらいからミッドタウンに向かって、まあ近代的な高層ビルがだんだん出てくるよっていうような流れで、先ほど言った南から北に向かって作られていくマンハッタン島っていうのがね、ちょっと分かりいいかと思いますかね。ちょっとね話戻しますけれども、1776年が独立宣言、イルミナティのね結成と同じです。イルミナティ分かりますかね、フリーメイソン、イルミナティ、都市伝説、まあ、ここのところに絶対欠かせない2つのキーワードも出しちゃいましたけれども、独立宣言、あのね、あ、ちょっとねここで一回あの簡単に解説しておきますけれども、1776年って、まあ、独立宣言、まあ、1775年から要するにあの戦いは始まるんですけれども、独立するためにあの宣言、書を出して独立するための戦争に変わったよというのが1776年です。勝った日は1783年です。まあ、それはあのフランスが間に入ってくれて、勝ったよっていう、まあ歴史背景で、ちなみにだから1783年が、アメリカが正確に、独立した年、独立宣言って、独立するための宣言を、主要5議員で取ったと、年だっていうことです。7月4日ですね。そして、1789年に初代大統領ワシントンが証券取引所の前のフェデラル、ホールで就任式をして大統領になっていくと。だからアメリカ合衆国ができてから、しばらくの間大統領なくしての首都のニューヨークっていうことが続いたってことです。で、1789年にワシントンのこの就任式がね行われるんですけれども、4月の30日就任式の時に聖書で宣誓するじゃないですか。これねオバマの時もリンカーンのやつ使ったっていうのがあるんですよね、確かね。これね何気に初代大統領ワシントンが使った聖書、ニューヨークフリーメイソングランドロッジにある聖書を使ってます。そしてそこからフィラデルフィア、首都ですね、からワシントン DC って移っていくっていうようなね、流れです。そこから産業革命がね1800年の終わりにありますから、そこでまあ電気、鉄鋼、石油、まあ、ロックフェラー、カーネギー、エディソン、まあ、JP モルガンというような主軸になるアメリカの財閥の人たちが大きく、動いてアメリカの中心になっていくというような形です。まあ、この、ね、アメリカ産業革命のところのロックフェラー、カーネギー、JP モルガン、エディソンなどなどのことに関しては一応もうくくりとしてあのアメリカ産業革命の主軸の人たちっていうような感じでねお話をね、しようかなと一応思ってるので、今のところはちょっと、まあ、アメリカ産業革命が、あったよっていうぐらいでね、頭の隅っこに置いといていただけたらいいです。産業革命時に1800年のね終わりのあたりにブルックリンブリッジが、1883年の完成で、自由の女神が1886年っていうところで、まあ、産業革命ね真っ只中のところでアメリカの象徴を、が、作られていくっていうようなね形です。1900年の頭に、はどんどん街が広がって、まあ、経済力だったりとか人口だったりとか、まあ、世界の最大のね街になっていくと。まあ、そこでタイムズスクエアだったりとかブロードウェイミュージカルだったりとか、少し前前後で言うとジャズだったりとか、ブルースだったりとか、まあ現代エンターテインメント現代ミュージ音楽の、基盤がアメリカニューヨークを主軸にして動いてったっていうようなことなんですよ。まあ豊かになればお金を稼ぐ人もいれば、多くの人たちが貧乏からね、脱却してと。いう風になっていくと、まあ、余裕も出てくる、そこでエンターテインメントなどなどが流行り、それもビジネスとして大きく動いていくと。まあ、映画もそうですね。映画はあのロサンゼルスからではなくて、基本的に映画作ったのはあのエジソンなので、ここのところも後で話しますかね。ワーナーブラザーズが、逃げるようにしてっていうようなね実はお話なんですね、エジソンから、はい、というようなところで、そのあたりもねあの追ってお話をねするところ多分出てきます。1900年の頭には、
まあ、電気、鉄鉱石油、まあ、車などなどでアメリカが拡大していくっていうような、ね、あの時代背景になります。ここからそうですね、タイタニックって映画皆さん見ましたかね。タイタニックのお話のところって結構、まあ、アメリカだったりとか世界 の歴史を見る上で非常な、ね、ポイントになるところでもあるので、ちょっとねサラとタイタニックのところねお話をねちょっと簡単にしますね。まずタイタニックってニューヨークが目的地だったじゃないですか。あれそこから忘れてる一応タイタニックは1912年アメリカニューヨークを目指して、出航したよっていうのが、タイタニック号のお話のところです。ちなみにこのタイタニックの船出したようは、JP モルガンです。はい、また出てきましたねキーワード、で、まあ、人口が、ね、増えていて、街の作り直しが出てくるよ。抵抗すると1914年が第一次世界大戦です。まあ、なんとなくアメリカとヨーロッパと、またいだところの経済力だったりとか産業の流れだったりとかを、ちょっとこの、テーブルの上に並べてみると、ヨーロッパ情勢を起こっていく、内輪もめ、でアメリカは産業が伸びていく、お金がっぽりで、ヨーロッパの人たちは、夢と希望を持ってアメリカを目指したい。アメリカはね、もうここね国策なんですけども、移民を受ける体制を大きく取りました。なのでもうよっぽどの犯罪経歴がない限りは、まあ、パスポートはアメリカは、出したと。人口が増えていく、そして、まあ、第一次世界大戦の真っ最中の中、アメリカはヨーロッパ各国にお金を貸す、後で徴収する。なんとなくねちょっとねビジネスの流れがね、国の力の流れがねだんだん移り動いていったかなっていうのが、ちょっと第一次世界大戦のところで、見え隠れしてるかなっていうような感じで、ですから1910年代、まあまあ言えばバブルになっていくっていう感じですかね。バブルになっていきながら、今度は各、その時の主軸になる会社が経済力を持っていくので、高層ビル競争にちょいなっていくよっていう感じです。まあ、ニューヨークの高層ビル何ですかっていうと、エンパイアステートビル、ロックフェラーセンター、クライスラービル、もうこの3つは大体主軸でポー出てきますかね。で5つのビルが自分たちの経済力をこの世に、示すために、世界一の高層ビル競争になるっていうのが1920年の中ぐらいからだっていうことです。まあまあその競争とともに、まあ、高層ビルがミッドタウンとダウンタウンの方に作り変えられていくっていうような、ね、感じです。ちなみにね、ロックフェラーセンター1930年の着工です。259メートルかな、で、まあ、エンパイアが1931年着工で 443.2 メートル、クライスラービルが、319メートルだったかな、319メートルで1928年の着工、ウォールタワー、インターナショナルタワーっていうような、ね、感じです。1931年のところで、摩天楼が、その段階で、もう確実にできていたよっていうような、ね、感じです。1920年の時から、台から高層ビルを建てと、庶民と、お金を稼いでいく、まあ、これ今でも同じですよ。貧富の差が、ね、大きく、ね、格差が開く、そうするとひっくり返るっていう、時代の方程式です。近代社会の中で大きく出てきたのが、世界大恐慌1929年っていうようなね、感じです。その後にニューディール政策、ルーズベルトですね、が政策を打って世界が巻き込まれていきながら混乱していくっていうような感じです。まあアメリカはアメリカでね、あの世界大恐慌から戻すための、策を練っていかないといけないですけれども、まあまあそこに準じて世界が動いていけたかっていうことではないので、逆に言ったら、まあ、大混乱していくっていう国々も出てくるよと。その中に日本も入ってますっていうことです。それがドイツ、イタリア、日本と、そして三国同盟と、というところで第二次世界大戦に突入していってしまうっていうのが大体のね流れでしょうかね。1941年パールハーバー襲撃、第二次世界大戦で、1945年が終戦です。まあまあ日本人はね、ここのところはそのまあどんな状況だったかとかね、頭にね浮かべられると思うんですよね。非常にちょっとねそのあたりは
あのセンシティブなところでもあるので、まあ、ちょい控えますけれども、一応第二次世界大戦終戦が1945年ですけれども、その14年も前に世界の大都市ニューヨーク、マンハッタン、摩天楼はもう出来上がっていたっていうようなことですかね。そこのあたりは、まあ、皆さんがねどういうふうに思われるか、あーなるほどねって思うか、そりゃー国の力が違いすぎますよねだったりとかね、まあ、いろいろ思う方もねいるかと思いますけれども、まあまあここまでを大体あのニューヨークがねどういうふうに作られていったかっていうところのお話にさせていただいて、まあ、この後の話だったりとかね、その前途中途中で要するにキーワードとして出した各それぞれの名称だったりとかは、追ってね解説していきたいかなとは一応思っていますので、今回はとりあえずこんなところで、失礼したいと思います。はい、というところで、まあ、皆さんいかがだったでしょうかね。なんとなく、あそういうことなのかとか、隠れた感じのね、お話もね多々あったとかと思うんですね。というところで、あのマンハッタンがね、ニューヨークが、どういうような形で現代社会が、築き上げられていったかっていうのがね、ちょっとお分かりいただけたらかななんて思いましたけれども、まあ、今後また改めてニューヨークのね観光地多々あるので、例えば自由の女神だったりブルックリンブリッジだったり、その裏にはねあのその背景だったりとか、どうしても、それを、しなければいけなかった、命を懸けなきゃいけなかったっていうようなね、お話も多々あるので、まあ、皆さんにお伝えできたらかななんて思ってます。というところで、また次回ね、お会いするところを楽しみにしております。それでは。